今朝のニュースですと仙台34度でございます。熱中症で倒れないように水分を十分取り、この2日間楽しい楽しい、そして楽しいお祭りでありますことを心からご祈念を申し上げ、一言お祝いの言葉とさせていただきたいと思います。注意事項ね、多少はございますので、そちら少しご紹介させていただきたいと思います。まずは先ほどね、お話しいただいたように、どうぞ。ジャークチキンも取ってる感じだ。頑張って。はい、ありがとうございます。セブンセブン始まりました、いよいよ。でもまだちょっと会場設営が押してたりするんで、こんなの持ってますけど、皆さんよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。